どうも、もきろんです。今回なんですけど、もう今回ね、ようやく来ました、お盆休みってことで、日本一の魚市場にやってきました。そしてね、今回は中船も内湾の船も結構出てるみたいなので、今日も結構魚はたくさんいるかと思います。なのでね、今回も僕と一緒に最高の市場巡りを楽しんでもらえたら嬉しいです。そして僕の動画では、日本一魚市場に特化してアップしてるんで、ぜひお魚が好きな方、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も楽しみ、じゃあ早速ましょう。あ、お姉さんおはようございます。可愛いですね、これ。めちゃめちゃ可愛いサイズ。トビウオね。可愛い。確かに確かに。あ、本当ですか。じゃあ明日も来ますわ。はーい。あ、おだす。見てください、このギマの池。あ、来ました。おはようございます。冷たいな。今日どうですか。やっぱりね、最高最高のコンビ、めっちゃにぎわってるな今日。
細かいのさばくの大変ですよね。もう修行っすよ。食べたことないですか？この新商品ムール貝、これおしゃれなイタリアンの料理に使うんですよね。僕はなかなかできんけど。水分が飛んで旨味が増しますもんね。いらっしゃいませ、見ててくださいよ。すごい、いろんな干物が手揃いやね。出てくとは思わんかったねえ。いや僕も情報を見て、え、明日出るのと思って、もうなんかちょっと今日より明日かなと思って隠したもんかや。そうかもしれない。ああ、よかったよかった、逆によかった。なんか多いですね。ただいまってことで、今回もたくさんの方お声掛け本当にあります。そして今回はね、やっぱりお盆休みってことでめちゃめちゃたくさんのお客さんで賑わってました。そして今回はね、そこそこ魚はいたんですが、その中でもめちゃめちゃ気になったのがヒラスズキの池が販売してました。いや、ヒラスズキはね、普通のスズキと違ってめちゃめちゃ上品な脂があって最高に美味しいので、ぜひ皆さんもね、結構値段はするんですが、池のヒラスズキ見かけた際は最速購入してみてはいかがでしょうか。ちなみに明日も結構魚はありそうなので、僕自身は明日魚を狙っていきたいと思います。なのでね、明日市場に来られる方いましたら、ぜひお声掛けよろしくです。はい、ってことでね、いつも僕の動画を見てくれて本当にありがとうございます。これからもマキロンチャンネル、チャンネル登録1万人目指して頑張りますので、まだチャンネル登録しないよって方いましたら、ぜひチャンネル登録よろしくです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあな、しー。